はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月5月6月と3ヶ月分まとめた解説動画になるんですが、実はこの4月5月6月ってとっても素晴らしい上昇気流の運勢があるんですね。それを皆さんがどんな風に活かせるのか、活かしやすいのか、各星座解説していきたいと思います。でまたタロットも3ヶ月でどのような動きがあるのか、こう星っていうのは天気予報なので、この天気予報の中でどんなことに気をつけたらいいのかっていう心の持ち方も見ていきます。そして最後にオラクルカードも引きますので、ぜひ最後までご覧ください。ではよろしくお願いします。まず全体の星の動き、星の流れなんですけれども、この4月っていうのは星の動きこちらなんですが、まず4月9日に皆既日食があります。これはお羊座で起こる皆既日食でして、ものすごくパワフルなんです。まあ、日食って普通で言ってもなんとなくこう体調があんまり優れないなって思う方も多いんですけど、それなぜかっていうと、それだけ何か見えないエネルギーがすごく動いている、新しい始まりになろうとしているっていう時なので、敏感な方っていうのはそういうのを無意識にキャッチして、なんとなく体が今変わろうとしているとか、意識が変わろうとしているっていうこともあると思います。でこれはもう3月の20日以降少し感じ始めている方もいると思うんですけれども、やはりスタートっていうのは4月9日がすごく適してるんですね。ですので、おそらく3月の20日から4月9日までの間に何かしらこう心の準備ができたりして、よしじゃあやるぞって言って進んでいくのが4月だと思います。まあ、ちょうどね、年度も変わっていろんな状況の中でやっていきたいっていう気持ちがこうムクムクと湧いてくるような時だと思いますね。でもう一つ、この4月の大きな星の動きとして、4月21日に木星と天王星のコンジャンクションっていうエネルギーがありまして、木星っていうのは先生術ではとっても好まれている発展や拡大を示す、この、まあ、吉星って言われているものなんですね。私たちの何かやりたいことがどんどん発展していくとか、気持ちも楽観的になっていくとか、広がっていく、拡大していくっていうエネルギーと、あと天王星というのはオリジナルな能力を開発していくとか発展していく、こう特にそれが既存のものから新しいものに進化していくよっていう惑星なんですね。なので、何か今までの自分の古い癖や当たり前だと思っていたことっていうものを超えて新しく発展していくよっていうエネルギーがすごくあるんです。でこれがまず皆さんの感覚の中で起きてくると思います。で感覚っていうのは、まあ、五感ですよね。自分が当たり前だと思っているこの五感の中で、もしかしたらこれは可能なのかもしれないっていう、自分の中のこう決まりきった考えではなく、可能性というものをもっと開いていこうみたいな形になるし、実際それをこう宇宙は応援してくれてるっていう時なので、まあ、それが各星座によってどの方向で応援されているかっていうのが違うので、それちょっと後ほどね説明させていただきます。ただものすごくこれはブレイクスルーできそうなエネルギーなので、とてもいいんですね。そしてさらに次5月なんですが、5月はもう5月1日から火星もお羊座に入ってくるということで、より一層スタートのエネルギーをものすごく後ろから押されているような形になります。5月の中旬っていうのも、もう本当に豊かなお祭りみたいな感じのエネルギーでして、とっても強い勢いのある流れだと思っておいてください。中にはもうそれがわーっと舞い上がってるとか、もう上昇気流があるみたいな、もうすごく波が来てるっていう感じのエネルギーなんですね。で波っていうのは本当にこう、それだけ大きな波っていうのは、何もせずに飲まれてしまうと、わーってこう自分がその中でぐるぐる回ってしまうみたいな感じがあるんですけど、自分がそれを意識して使いこなすぞっていうふうに意識することによって、ものすごい自分の力っていうものをその運勢によって押し上げてもらえるみたいなのもあるので、これはぜひね皆さんにね活用していただきたいんですね。この5月の動きっていうのが2024年の大きな転機になりますので、これぜひ自分の可能性を信じていい風に使ってください。でさらに5月の26日から木星というね、こう発展拡大のエネルギーが今度は双子座に入るということで、こうさらに流動的になる、動きが速くなる、コミュニケーションが活発になるっていう流れが起きてくると思います。もうこれがもう5月の20日以降、太陽がもう双子座に入ったあたり、もしくは5月24日以降、まあ、金星も双子座に入ったあたりからもうさらに流れが速いんですけど、まあ、とにかく5月っていうのはもう出だしから勢いが強い、そして中旬ぐらいっていうのはわーっと盛り上がって、さらに盛り上がったところから必要なところになんかエネルギーが流れていくっていう感じがあります。そして6月っていうのは
この5月に起きた流れを、まあ、どのように動かしていくか、どのように人と関わっていくかということで、コミュニケーションがとっても活性化するなという感じです。でこれは特に人との関係、関われば関わるほど得られるものがある、そこで感じるものがあるというふうになると思いますし、もしいや人付き合い苦手ですという方も、自分の中でこう思考がすごく広がっていく、あの勉強が進むとか学びを吸収できるということもありますし、ビジネスも流れ始めるということもありますので、まあ6月は本当に豊かだと思います。特に6月の6日が双子座で起こる新月なんですけれども、この新月ってね、普通新月って太陽と月がひっついてるっていう日なんですが、それだけじゃなくて金星という喜びや社交性や愛情っていうのもぴったりこの時ひっついていて、おそらく皆さんのこう4月5月っていうのを過ごした後に、こう何かしら自分の殻を破って出てきたもの、可能性というものが本当に手応えを感じて、嬉しいとか楽しいとか、とにかく喜びを感じてるんじゃないかなって思います。何かしらいいその自分の進歩っていうものを感じて喜んでるっていうのが6月の全体的な流れかなと思います。まあね、あのすごくいいことばっかり言ってるように聞こえると思うんですけれども、まあ、これがエネルギーをプラスに生かした時の、あの形ですね。でもしご自身が今本当に動けないんだっていう状態だったりとか、ちょっと気持ち的にそこまでついていけませんっていうような状態であれば、その周りがすごく早く感じたり、ものすごく強いエネルギーの中にいるんだと思ったら、そこに飲まれないように自分自身をしっかり保つっていう方法もありですから、その辺はですね、各星座あの細かく見ていきたいと思います。あともう一つですね、やはりこの動きが早くなる時っていうのは、そのもし何か問題があったとしても、その問題にずっととどまっておくということではなくて、何か流動的に動くことによって解決が見えていくとか、違う進展になっていくということもあるので、とにかく6月以降は、あ、動きが早いんだと、流れているんだということをあのご理解いただければ、いかようにでも皆さんの状況に合わせて活かせると思います。はい、ということでここから各星座よろしくお願いします。ではここから水瓶座さんのこれからの3ヶ月をタロットで見てみたいと思います。星の流れも途中途中で補足しながらいきますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。3ヶ月です。デビル、ジャッジメント逆、ペンタクルス10、ソード4、ペンタクルスキング、カップ5、ワンド5逆、気をつけることや対策はジャスティスの逆と、女強行とオラクルは3ヶ月、あ、ペンタクスの6ですね。はい、なるほど。ちょっとまずね、星の補足からさせてください。この4月っていうのは、あの冒頭で申し上げたように、4月9日のお羊座のエネルギー、あ、ごめんなさい、4月9日の皆既日食のね、エネルギーっていうのがすごく強いんですが、これを水瓶座の皆さんは、ご自身のなんかこう頭の中で計画を練るとか、こう、情報がいろんな情報が入ってくるとか、動きたくなるとか、好奇心が湧いてくるみたいな、ムズムズしてくる感覚だと思います。まあ、ただ4月ってその逆行もあったりするので、自分が考えていること、すごくいいことを思いついたんだけど、だけど、あ、ちょっとまだこれはできないとか、あのちょっと行ったり来たりするようなエネルギーはあるんですね。ただなんか本当に動きたくてうずうずする、なんかムズムズするに近いかなっていう感じもあるかもしれません。ただね、計画立てたりとか、アイデアだけ書き写しておくっていうのはとってもいいことなので、あのぜひやってみてください。そしてあの思い立ったが吉日みたいな形でね、いろんな人に連絡を取ったり調べたりして情報を集めておいてくださいね。うん、で、まあ、その後その前ですね、まず4月の21日の自分のオリジナルな、進化を遂げるためのこう発展運っていうのが、水瓶座の皆さんは今年の前半、やはりこう家の中とか自分の居場所って、自分の心とかね、何かこう落ち着く場所っていうところに響いてくるんですよね。で、本当に落ち着く場所なのかどうか、この環境が本当に今の自分に必要なものなのかどうかっていうのを確かめるには、
環境がどれだけのものを自分に与えてくれてるかではなく、自分がどれだけ自分の能力を信じているか、自分自身を深く理解しているかによって、この状況は自分に合ってるか合ってないか、この状況でやっていけるかやっていけないかっていうのを自分で確認することができるので、どれだけ与えられるかではなく、どれだけ自分のことを自分で知ってるかとか、自分が自分を信じているかっていうことによって安心感や安定感が変わってくるので、そんなことをもしかしたら4月は考えさせられるかもしれませんね。より深く自分を知っていく作業っていうのは、こう やってみなきゃわからないわけですよね。チャレンジしてみないと、それが本当に無理だったなのか、もう限界なのか楽勝なのかっていうのはわからないので、まあ、そういった自分を知るための情報っていうのはいろいろ入ってくるかもしれません。で、実際それがすごくいいものだけではなくて、こんな自分もいたのかとか、こんな弱い自分もいたのかっていうことを発見することもすごく大事なことなのでね、いいことだけじゃなく、そうやっていろんな情報入ってくるんだなっていうのがすごく星でも思いますし、カードでもそう思います。まあ、カードで見た時に、まずこの3ヶ月でこの何かにとらわれている気持ちっていうのがまだありますよっていうふうに言われてるんですね。で、これは一つの自分の思考癖や思い癖もあるかもしれません。例えば、自分はどうせ、自分はこうだからとか、自分はどうせ頭が悪いからとか、運がないからとか、こうここまでこういう人はいいけど自分は違うからみたいに思ってる、その思いがものすごく自分の可能性を曇らせてませんかっていうようなメッセージがあります。そして、こういう456みたいに運勢が強ければ強い時ほど、こういった自分の思い癖っていうのがものすごく足かせになるんですね。なので、せっかくこの456っていうのは水瓶座の皆さんにとってね、もう自分の安住の地をね、こう見つけるわけですよ。でも、その安住の地っていうのは、その本当に環境に恵まれているとかそういうんじゃなくって、もう初めての自分というものを発見し、これがまさしく新しい自分なんだ、この自分、こんな自分がいたのかって分かった上で適しているかどうかっていうのが分かるので、その自分がどんな思いにとらわれていたかっていうのをまず自覚してください。実は私こういうとこあるのよねみたいな、でもそれって私自身の癖なんだから仕方ないじゃないって言って置いとかないってことですね。そうやって開き直るのではなく、それがもしかして、その考えがもしかして自分の可能性を染めてたかもって思った時に、もしかしたらそれをね、手放していけるようなチャンスがあるかもしれないんですよ、環境的に。全ては自分の気づきのためにあると思ってください、この現象起きてることはですね。そういう考えでいくと、まあ、4月っていうのはすごくいろんな情報が入ってくる、考えさせられる情報が入ってくるっていうこともあります。でも一見それが楽しいんですよね、なんとなく。で、まあ、ただちょっとすぐには動けないなと思っていたとしても、まあ、4月20日過ぎたらまた流動的なエネルギーにもなりますし、5月に入るとですね、もう5月1日からね、火星というバイタリティというものもまたお羊座に入って、水瓶座の皆さんは行動力っていうところをすごく押されるんですね。もう後ろからぐいぐい押されてるみたいな感じがあるので、もう動かざるを得ないみたいな思いはあると思います。ただ現実は動いたりとか、仕事はしっかりしていたとしても、自分の気持ちはやはりどこに落ち着くのかっていうことをすごく考えると思うんですね。で、その時のヒントなんですが、ちょっと待ってくださいね。その時のヒントなんですが、やはり4月の時点で自分がどんなことを感じたか、どんな自分を発見できたか、でその中に必ず誇れる自分っていうのがあるはずなので、その誇れる自分っていうものをしっかり自分が確認して自覚して、そうだった、私にいざっていう時これぐらいの力が発揮できる人間だったみたいなことを感じた時に、じゃあこの環境でもやっていけるんじゃないかとか、じゃあまっさらな新しい環境でも自分の力を試せるんじゃないかみたいに、すごくスムーズに5月につながっていくっていう感じがするんですね。そして5月の状況って外側はあんまり見えないって感じなんです。もう自分の内側、自分の心の中や今いる自分の場所や、これは自分のいる場所っていうのは家の中とかもありますが、自分の心っていうのもすごく強いですし、毎日通ってたら、その通ってる環境の人たちっていうのもあるんですけども、なんとなく環境はあんま動いてない、もしくは周りのことは関係ないみたいな感じがあり、自分が本当に
本当にこれでいいのかという何か確固たる安心できる材料が欲しいっていう感じがカードからはします。カードからはします。そして欲してみると、確固たる安心できるものを探し、さらにそれを見つけてそこで安心するっていうふうに出てるんですね。なので実際は安心できる環境っていうものがもしかしたら5月っていうのはあるかもしれない。ご自身があまりそう感じにくいっていうだけでね。それなぜ感じにくいかって言ったら、ご自身のその思い癖によってもしかしたら見えないことも気づいてないこともあるかもなっていうところなので、ここは一つ本当にオープンマインドでね、柔らかい思考で物事を見てみてください。でヒントはやっぱりこの5月っていうのはご自身の気持ちが穏やかなのか豊かなのか何が幸せなのかっていうことを感じてほしいんですよね。今までのようにこの状況に合わせてもう仕方ないからそれをやるみたいな、そういう感じではなく、自分の気持ちが本当に喜ぶところに流れていこうとしている、本当に喜ぶところにその状況を作ろうとしていくっていうような流れがあるので、今までの延長線上で流されないようにしてください。要するに自分が本当に何を求めているのかっていうのが分かるのが5月なんですね。で人ってものすごく荒れふぶいた環境の中で本当に何がしたいかって言ったら分かりにくいんですけど、この5月っていうのは基本的にはすごくみんなが舞い上がってるみたいな、こう高貴なエネルギー、嬉しいエネルギーの中にいるので、その中で本当に私はこれが好きなんだとか、これが幸せ、これに幸せを感じるんだっていうことを見つけられると思うんです。でその見つけたらその感覚の中に浸ってください。5月はね、5月中旬ぐらいってすごく幸せだと思いますよ。ただそう言っちゃうとね、どんな幸せなことが待ってるんだろうと思うと思うんですけど、水瓶座の皆さんはそれぞれの状況の中で、一番大事なのはご自身の強さをまず発見する。でこの強さや自分だったらやっていけるんじゃないかっていうぴったりの状況っていうのを自分の中で見つけるっていうに出てるんですね。ただその見つけてるんですけれども、それに納得してるかって言うとあんまり納得してる感じがしないんです。あれみたいな、これみたいな感じがするんですけど、それなんでなんでしょうね。ちょっともうちょっと見てみますね。なるほど、なんて言ったらいいのかな、ちょっと待って、なるほど。前も出ましたねこれ、確か前回もこのペンタクスの世の逆、大事なものっていうかこだわりを捨てていくよみたいな、もうこだわり捨てていくよっていうのもありましたし、自分の大事なものは本当に大事なものはなくさないんだけど、余計なものっていうのは省いていくよねっていうメッセージが前回あったと思うんですけど、引き続きそれやっぱりやらなきゃいけないみたいですね。この4、5、6って何も本当に自分にとって都合のいいことだけが起こるわけじゃないので、自分が願っていた、なんかまるで自分の思い癖とかコンプレックスっていうのはなかったことにして願いが叶うんじゃないかっていうふうに想定してると、そうじゃないよって、その自分の思い癖も含めた上で自分が作り出している現実で、この中で自分の収まるところに収まっていくんだよっていう感じがしてて、なのでもし現状結構不満足というか、自分の中でいやこんなはずじゃないって思うのであったとしても、その中で落ち着く場所が提示されてるんだよっていうのが5月のエネルギーです。そして6月なんですが、6月はその5月に落ち着いた状況の中で次何にチャレンジしていきますかっていうことでね、6月になると星的にはすごく警戒になってくるんです。やっと動けるとか、やっとなんか私に風が向いてきたみたいな、そういうなんか明るいねエネルギーがある星ではあるんですね。全体で見てももう殻を破って喜んでるなみたいな、楽しんでるな、特に水瓶座の皆さんはチャレンジしてるなみたいな感じが星であるんですが、カードで見るとやっぱり何か変えていくとか、本当に本当に
本当に本当に本当に自分が望んでいるものを手にするためには手放さなきゃいけないものがたくさんありすぎて、その手放さなきゃならないもの、手放すのが怖いんですって言ってるような感じがしたんです。これはまあ人の心理の話ですから、いやそこまで何も感じてませんって人はどうぞ楽しんでくださいって感じなんですけどね。ただ心理的にはそれだけ強いこう葛藤や素直に楽しめない何かっていうのがあるんだなっていうのが出てます。それは全てこの自分の思い癖による引っ張ってる感覚だと思います。でも今この話を聞いているということはそうかもしれないとかね、もし思ったらそれは全部自分で外せるんだっていうふうに思っておいてください。怖い怖いと思ってるのも自分の思考、そしてやってみて喜びを感じるのも自分なので、まあその辺をねちょっと見ていくわけですが、なんていうかな、ものすごく場違いな夢や幻想が現実になるわけじゃなく、あくまでも現実的な中での落ち着く場所が見つかるよと、そしてその中でどんなふうに自分の人生を楽しませていきますか、何に挑戦していきますかっていうのが6月はあるんだけど、なんとなく自分の中ではなんか面倒くさいなみたいな気持ちとか、本当にそのやりたいことをやるためにその他このその他もろもろこういうものがついてくるんだったらちょっとなみたいな、その他もろもろのことに気を取られてますよっていうことで、その他もろもろのことや本当にやりたいこととか、これ全部自分次第でなんとかなるよっていうことを忘れないでください。そして対策っていうところなんですけども、やっぱり迷いっていうものが出てますね。このジャスティスの逆位置なので、何がいいのか、何が自分にとっての正義なのかっていうのが少し分かりにくくなっている。そしてもう一つは、これまで得てきた知識をやっぱりちゃんと生かしたいみたいな気持ちもあります。でその生かす方法っていうものをものすごく、考えている。どっちが一番効率いいだろうかとか、どれが一番正しいんだろうかみたいなことをすごく考えているんですけど、それはどっちでも一緒ですって感じがあって、一番大事なのはペンタクスの6って言われてるんですね。これは事前の気持ちです。慈愛の気持ちだったり、この自分が得して嬉しいとかっていうよりも、自分の中にある誰かに何かをしてあげたい気持ちだったり、自分って他者に対してこんなことができるじゃないかっていう、このほのぼのした気持ちっていうものを一番に持っていると、この3ヶ月っていうのは心地いいところに着地しますよっていう感じがしました。これが一番のキーなんですね。ちょっともうちょっと見てみようかな。そうですね、やっぱりすごく自分自身に対しての疑いっていうものがなかなか払拭できないっていう感じがしますね。まあ中にはね、この動画をご覧いただいている皆さんの中には、いやもう絶好調ですっていう方もいらっしゃると思うので、まあ、そういう方はもうガンガンに言ってくださいっていう感じ。自分の好きなように世界は作れるって分かってるだろうし、自分次第でいくらでも他者との関係も変わるだろうし、その中で本当に心地いいところに落ち着き、自分の喜びをさらに膨らませていくよってことができる3ヶ月になると思うんですが、全体的に見た時にやっぱりものすごく自分自身を疑っているというものが、どうしてもそのベールっていうのは取れない。でそのベールさえも全部運勢が取り去ってくれるんじゃないかっていうふうに期待すると、そうじゃないよと、それをするのは自分自身なんだよと、運任せると、ごめんなさいね、なんか運任せにして何かをなんか良くなっていくかとかじゃなく、全て自分次第なんだよって、責任は自分にあるんだよっていうことを、なんかもうコンコンと言われてる感じがして、なんか厳しめのカードだなっていうふうに思いました。でもそれはおそらくこの3ヶ月っていうのが世間一般的にはとってもなんかこう盛り上がっていきそうな運勢だこそ、そこに甘んじてるだけじゃダメなんだよということを水瓶座の皆さんには言われてるんだろうなと思ったんですね。なぜならば水瓶座の皆さんは、まあ、まさに自分の力っていうのももうどの星座よりも信じなきゃいけないっていうタイミングなので、運のいい時に甘んじてたらダメだよっていうのが、うわメッセージなのかって感じがしましたね。頑張ってください。特に
まあでも頑張るってそんな辛いことがあるわけじゃないから、自分の意識をじゃあしっかりと自分に向けて、この状況の中で心地いい自分を見つけるわって、必ず見つけるわっていうふうに思ってたら絶対見つかるのでね、はい、そうなったら強いんですよ。どんな状況になったって、どんな運勢が来たって自分を保ってやっていけるようになるので、まあ、そういういいレッスンなんだなって思いました。はい、ちょっともう一枚だけね、オラクルカード 見させてください。この3ヶ月のメッセージね、はい、プロスペリティということで、豊かさはたくさん待ってるって感じですね。これはどうですか。これね、アバンダンスとかサクセスって書いてあるんです。このカードをじっと見てご自身が感じることがあったら、それもメッセージなので、ぜひ感じてみてください。そしてどんなメッセージを感じたか、またコメントでね教えていただけると嬉しいんですけども、本来はこういう道を行くってことなんですよね。自分が進みたい道を進み、その先には自分の望んでるような環境がある、その道を行けるはずなんだということを言われていますので、ぜひ頑張ってくださいということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。皆さんの力を信じてます。一緒に頑張っていきましょう。失礼します。